酢に混ぜて飲むだけで痩せます。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエット効果のある炭酸水、まさかそのまま飲んでいませんよね。もちろんそのまま飲んでも食欲を抑えたり代謝がアップしたり便秘解消などのダイエット効果はありますが、実は炭酸水には食材の栄養吸収率を上げる効果があるので、その分ダイエット効果が倍増するんです。そこで今回の動画では炭酸水に混ぜるだけで痩せる食材をランキング形式で10個紹介します。本題に入る前に、今後もこのような情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。炭酸水に混ぜるだけ痩せる食材トップ10、第10位はブルーベリーです。最近お腹周りにお肉がついてきた、血糖値の数値が気になるなんてことないですか？ブルーベリーを炭酸水に混ぜて飲むとお腹周りの脂肪を分解して血糖値を安定させることができます。なぜかというと、ブルーベリーのアントシアニンが脂肪の分解を促進してくれるからです。また血糖値の上昇を抑える効果で脂肪を溜め込みにくくしてくれます。例えば私は炭酸水 500ml に対して冷凍または新鮮なブルーベリー10粒、約 30g グラム程度入れて作っています。またペットボトルのまま持ち歩きたい時は2口くらい飲んでから空いた空間に冷凍ブルーベリーを入れると、これが氷の代わりになって暑い日にはひんやりした気分を味わえるのでおすすめです。このようにブルーベリーを炭酸水に混ぜることで脂肪を分解して血糖値を安定させていきましょう。では次に炭酸水に混ぜるだけ痩せる食材トップ10、第9位はMCT オイルです。40代過ぎてから運動しても全然痩せない、代謝が下がってきた気がするなんてことないですか？ MCT オイルを炭酸水に混ぜて飲むとカロリーを素早くエネルギーにできるので脂肪の蓄積を防ぐことができます。なぜかというと MCT オイルは炭酸脂肪酸が多いので、これ以上脂肪を溜め込まずに、しかも溜め込んだ脂肪を燃やす効果があるからです。例えば私は炭酸水 500ml に対して MCT オイル小さじ1、約 5ml 程度入れて作っています。無味無臭なのでシンプルに炭酸水を味わいたい方には特におすすめです。またすぐエネルギーになるので、夏バテなのでお疲れモードの時に飲むといいですよ。このように MCT オイルを炭酸水に混ぜることで食べたものを即エネルギーに変えて代謝を上げ、脂肪をどんどん燃やしていきましょう。では次に炭酸水に混ぜるだけ痩せる食材トップ10、第8位はペパーミントです。さっき食べたばっかりなのにもうお腹が空いてつまみ食い、止まらない食欲にもうダイエット諦めようかななんて思っていませんか？ペパーミントを炭酸水に混ぜて飲むと消化が促進され食欲が抑えられます。なぜかというと、ペパーミントは消化を助ける効果があるため腸内環境が整って代謝がアップします。また食欲を抑える効果もあるので止まらない食欲を抑えるのにピッ。例えば私は炭酸水 500ml に対してペパーミントの葉 5、6 枚程度入れて作っています。爽やかでしばらく口の中がこうスースーするので、私は仕事の合間などにリフレッシュしたい時に飲んでいます。またこのような日持ちする乾燥ペパーミントもあるので適量入れて飲んでもいいですよ。ペパーミントを炭酸水に混ぜることで手軽に代謝を上げて止まらない食欲を抑えていきましょう。では次に炭酸水に混ぜるだけ痩せる食材トップ10、第7位はシナモンです。夏でもお腹やお尻周りが冷たい、太もものサイズに合わせて買ったズボンはいつもウエストが大きくってベルトで調整、おしゃれが全然楽しめないなんてことないですか？シナモンを炭酸水に混ぜて飲むと冷えの改善や下半身のむくみを解消できます。なぜかというと、シナモンには体を温める効果があるので血行が良くなり体温上昇、結果代謝がアップして下半身がすっきりしていきます。例えば私は炭酸水 500ml に対してシナモンパウダー小さじ1/4、約 0.5g 程度入れて作っています。シナモンのスパイシーな香りが炭酸のこうシュワシュワとあって気分がスカッとするので私のお気に入りです。シナモンを炭酸水に混ぜることで冷えを改善して太ももすっきりになっていきましょうね。では次に炭酸水に混ぜるだけ痩せる食材トップ10、第6位はパセリです。足のむくみがひどくって夕方になるといつもパンパンで正座もできないなんてことないですか？パセリを炭酸水に混ぜて飲むと余分な水分が排出されて足のむくみが改善します。なぜかというと、パセリには利尿作用があり体内の余分な水分を排出する効果があるからです。またビタミン C が代謝を高めて脂肪を燃やしてくれます。例えば私は炭酸水 500ml
500ml に対してみじん切りパセリ小さじ1、まあ、約 5g 程度入れて作っています。また便利なパセリの乾燥タイプもあるので手軽に使えておすすめです。パセリは血液をサラッサラにする効果もあるので、私は焼肉など脂っぽい食事の時にセットで飲んでいます。パセリを炭酸水に混ぜることで余分な水分を排出して代謝を高めて足のむくみとさよならしましょう。では次に炭酸水に混ぜるだけ痩せる食材トップで第5位はレモンです。顔のたるみや張りのない上半身、鏡に映った自分の姿を見るともう誰だってショックですよね。レモンを炭酸水に混ぜて飲むと体内をデトックスして代謝が高まり若返ります。なぜかというとレモンにはビタミン C が豊富に含まれていて、その抗酸化作用によって体内の毒素を排出し代謝が促進されアンチエイジングになります。またクエン酸が脂肪の分解を助けて体脂肪を減らす効果があります。例えば私は炭酸水 500ml に対して無添加のレモン果汁大さじ1、約 15ml 程度入れて作っています。レモンと炭酸水の組み合わせってもう気分までスカッとしませんか？なのでこうイライラしてストレス食いしてしまいそうな時はレモン炭酸を飲んでみてください。スカッとした気分になってストレス食いも自然と落ち着いてきますし、満腹感も半端ないのでおすすめです。レモンを炭酸水に混ぜることで簡単にデトックスして代謝を上げていきましょう。では次に炭酸水に混ぜるだけ痩せる食材トップで第4位は抹茶です。若い頃は少し運動すればすぐに体重が落ちたのに、今は運動しても1キロも落ちないなんてことないですか？抹茶を炭酸水に混ぜて飲むと脂肪が分解され代謝がアップします。なぜかというと抹茶にはカテキンが豊富に含まれていて、これが脂肪を分解し、またカフェインがどんどん代謝を高めてくれます。例えば私は炭酸水 500ml に対して抹茶粉末小さじ1/2、約 1g 程度入れて作っています。私は大の抹茶好きなのでこのレシピよく作ります。抹茶を炭酸水に混ぜることで脂肪を分解して代謝を上げていきましょう。では次に炭酸水に混ぜるだけ痩せる食材トップ10第3位は純リンゴ酢です。甘いものが大好き、一度食べるとスイッチが入ってもうこうなるともうやめられない、止まらない、気がつけばチョコレート一袋を完食していたなんてことないですか？純リンゴ酢を炭酸水に混ぜて飲むと食欲を抑えて脂肪の蓄積を防ぎます。なぜかというと純リンゴ酢にはアセチルコリンが含まれていて、これが食欲を抑える効果と酢酸が血糖値の上昇を抑えて脂肪の蓄積を防いでくれます。例えば私は炭酸水 500ml に対して純リンゴ酢大さじ1、約 15ml 程度入れて作っています。この簡単サワードリンクはクエン酸も豊富で夏バテ解消にぴったりですし、またお酢の酸っぱいのが苦手という方にも炭酸の刺激で、まあ、そこまで気にならないので飲みやすくておすすめです。純リンゴ酢を炭酸水に混ぜることで食欲を抑えつつ脂肪を燃やしていきましょう。では次に炭酸水に混ぜるだけ痩せる食材トップで第2位は生姜です。昔から冷え性で体の巡りが悪くって肩こりや頭痛もひどい、リンパマッサージに行くもその時だけですぐに戻る、代謝も落ちてセルライトが気になるなんてことないですか？生姜を炭酸水に混ぜて飲むと代謝が上がって脂肪燃焼が促進されます。なぜかというと生姜に含まれるジンゲロールが代謝を促進し脂肪燃焼効果を高めてくれるからです。また抗酸化作用もあるので体内の毒素を排出する効果もあります。例えば私は炭酸水 500ml に対してすりおろし生姜小さじ1、約 5g 程度入れて作っています。生姜をすりおろすのが面倒な時はジンジャーパウダーで代用してもいいですよ。私もよく使っています。スパイシーでまさにジンジャーエールみたいで美味しいんです。生姜を炭酸水に混ぜることで体内をデトックスして脂肪をガンガン燃やしていきましょう。では最後に炭酸水に混ぜるだけ痩せる食材トップで第1位はチアシードです。昔から食べることが大好き、クイーンシンボーの家系に生まれたから太りやすい体質は仕方がないなんて諦めていませんか？チアシードを炭酸水に混ぜて飲むと満腹感が持続し脂肪がガンガン燃え出します。なぜかというとチアシードはスーパーフードと呼ばれるほど食物繊維が豊富で満腹感を持続させる効果があり、またオメガ3脂肪酸が代謝を高めて脂肪燃焼を促進します。例えば私は炭酸水 500ml に対してチアシード大さじ1、約 15g 程度入れて作っています。この時使うチアシードは一晩水で戻したものです。直接入れると
後からお腹の中で膨れてお腹の調子を崩したり便秘の原因になることもあるので気をつけてくださいね。水で戻す目安はチアシード大さじ1杯に対し1カップ 200ml の水を入れて冷蔵庫で一晩寝かせます。プルンプルンになったら完成です。それから炭酸水に入れて飲みましょう。チアシードを炭酸水に加えるとゼリーのような食感で飲み応えがあるのでお腹が空いた時など間食の代わりに飲むのがおすすめです。チアシードを炭酸水に混ぜることで手軽に満腹感と脂肪燃焼効果を上げていきましょう。ここまで炭酸水に混ぜるだけ痩せる食材トップ10をお伝えしました。炭酸水は天然水の無添加がおすすめです。甘みが欲しい時は善玉菌の餌になるオリゴ糖が豊富に含まれている純水蜂蜜がおすすめです。大さじ1くらい入れて飲んでくださいね。また冷たい飲み物は内臓が冷えて代謝が下がって太ります。なので飲みすぎには気をつけましょう。ちなみに私は常温で飲んでいます。もちろん今回お伝えした飲み物だけで痩せるのではなく腸内環境を整えるバランスの良い食事が取れていることが大前提ですが普段の飲み物をダイエット効果の高いものに変えるだけでさらに痩せやすくなります。そして今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。炭酸水に混ぜるだけ痩せる食材トップ10は第10位ブルーベリー、第9位 MCT オイル、第8位ペパーミント、第7位シナモン、第6位パセリ、第5位レモン、第4位抹茶、第3位純リンゴ酢、第2位生姜、第1位チアシードでした。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたらいいねやコメントお願いします。また質問には私がお返事しますね。ぜひ繰り返しご覧いただきお役立てください。それでは今回も最後まで見てくださりありがとうございました。